ックを捉えたサードライナーでした。初球展開レフトへ大きな打球だ。マキノレフトスタンドへ追加点。突き放しますライオンズ。マキノの第11号のツーランホームラン。4対1。マキノ選手、マキノが捉えました。6回の裏、大きな追加点がありました。埼玉西武ライオンズ、与座も笑顔。リードを3点に広げました。今ピンクのライオンズベンチ三塁側、今がね、やっぱり三塁ベースに当たるという不運なヒットを打たれた直後ですからね、はい、やっぱり気持ち的にはやっぱり同情しますよね、直後の1球目ですからね、はい、まあ、それでもやっぱりね、与座にとっては大きな追加点をもらったわけですからね、はい。